皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。今回は購入特典、新商品情報と予想、セールとキャンペーン情報、その他いろいろまとめてお届けします。動画で紹介するキャンペーンや公式発表済みの新作についてはこの動画の説明欄から各ショップやスタッツの該当するページに行くことができますので、ぜひご利用ください。それでは最初のニュースはこちら。レゴショップ公式ストアプレゼントキャンペーン。9月10日までレゴショップ公式ストアで開催されているホグワーツの新学期フェスティバルで、開始当初に配られていたグリンゴッツ銀行とクイディッチの練習はすでに品切れとなりました。しかし現在、購入特典第3弾ホグワーツの大階段の配布が始まっています。このセットは去年の7月以来のプレゼントになります。もらうための条件はレゴハリーポッター商品を1会計1万7000円以上購入です。ホグワーツの新学期フェスティバルは9月10日までですが、プレゼントキャンペーンは9月13日までです。ただしプレゼントは期限前でもなくなり次第終了なので、欲しい人は早めに買い物をしましょう。レゴストア楽天市場店ポイントアップキャンペーン。現在レゴストア楽天市場店で9月発売の新商品以外の全商品だと思いますが、大量にポイント10倍実施中です。一部ポイント20倍の商品もあります。人気順になくなるので気になったら即ポチ推奨です。レゴスターウォーズ75367ベネター級スターデストロイヤー5374ピース、10月に 649.99 ドルで発売されるとの予想ですが、海外の SNS ユーザーが空港で販売されていたという画像を公開しました。英語の製品名にはスターデストロイヤーという名前は入っていません。日本語名はまだ正式発表されていませんが、同じかもしれません。ミニフィギュアはキャプテンレックスとユラーレンが付属。船体脇にはハッチがあります。ハッチの中には小さな機体が入っているように見えます。箱の情報によると、完成モデルは長さが109センチとかなりの大きさです。作る前に飾る場所を確保しておく必要がありますね。予想発売日は10月1日、もしくは10月4日などそれに近い日付です。間もなく公式発表があると思います。2024年のレゴポリバッグセット。ポリバッグセットはポリ袋に入ったレゴミニセットです。さまざまなシリーズの製品が少なくとも30個近く発売される予想です。これから追加もあると思います。ポリバッグは発売日が公式にアナウンスされることはありませんが、ファミマやセブンイレブンなど全国のコンビニやレゴブロックを取り扱う量販店などで販売されます。購入特典として配布されることも多いです。製品画像など新情報が出次第スタッツの特集ページでその都度更新していきます。レゴアイデアバイキングの村、予約販売スタート。10月1日発売のレゴアイデアバイキングの村ですが、レゴショップ公式ストアで予約販売が始まりました。バイキングファンは今すぐ予約注文しましょう。レゴディズニー、12月15日に公開の映画ウィッシュのレゴセット3点が10月1日に発売になります。ディズニー公式ホームページによると、ウィッシュはロサス王国が舞台で、主人公は17歳のアーシャ。ウォルト・ディズニー・カンパニー100周年記念作品であり、ディズニー・アニメーション・スタジオがこれまで培ってきた総力を結集した渾身の一作です。ロサス王国がどの辺の国や地域をモデルにしているのかはネットで調べても出てきませんでしたが、予告映像を見るとエキゾチックな雰囲気で海も映っているので、エジプトやモロッコ、もしくはスペインやトルコなど地中海沿岸地域がモデルではないかと思います。それでは順番にレゴセットの画像を見てみましょう。発売日はすべて10月1日です。価格はレゴショップ公式ストアの発売価格です。43223、ロサス王国の街とアーシャ、154ピース、発売価格は2980円。小さい建物、荷車、羊のバレンティノ、スターが付属しています。建物は市場の建物とのことなので店だと思います。アーシャが運営しているのでしょうか。43224、マグニフィコ王のお城、613ピース、発売価格は13480円。とんがった屋根が特徴ですね。この屋根はフィルムパーツだと思われます。城は4階建てです。
43231アーシャのコテージ509ピース、発売価格は7580円。建物と願いの泉と呼ばれる井戸のセットです。かやぶき風の屋根が素材感ありますね。コテージは2階建てでベッドルームやキッチンがあります。3点とも10月1日発売です。12月15日の映画公開前に遊びましょう。ついでに紹介しますが、ディズニープラスでは10月31日まで合計1111名に最大1万円分のクオカードが当たるプレゼントキャンペーンを開催しています。1万円クオカードは50名に当たります。ぜひ皆さんも応募してみてください。レゴハリーポッター新作予想、これは確定情報ではありません。2024年3月にプリベット通り4番地の標識とヘドウィグ、ハグリッドのボートハウスとハグリッドの小屋、組み分け帽子、フクロウ小屋、禁じられた森などが発売される見込みです。特に注目なのは組み分け帽子です。目と口が動いてサウンドブロックがついているとの予想ですので、グリフィンドールと映画のように喋るのかもしれません。映画ではリョウの名前以外にもロンに話しかけたりもしていましたが、もし本当に喋るとしても各国語版の対応は難しいですから、喋るのはおそらく両名だけでしょう。新情報が出次第またお知らせします。レゴアイコンズ10325ウィンターロッジ、海外の SNS で非公式の製品画像が公開されました。セット内容はロッジの建物とスケートリンクのあるミニジオラマ、クリスマスツリーを運ぶスノーモービル、小屋のセットです。建物の1階は石造りで、2階がログハウスになっています。屋根には雪が降り積もっています。このセットは今年のウィンタービレッジセットです。毎年1つ発売されるクリスマスの大人向け建物シリーズですね。スタッツ編集部でも毎年購入しています。続報が出次第またお知らせします。レゴソニック・ザ・ヘッジホッグ新作予想、これは確定情報ではありませんが、2024年1月にナックルズとシャドウのセットが発売されるようです。レゴソニック・ザ・ヘッジホッグシリーズも来年もまだまだ続くようですね。2024年の新作予想情報はスタッツの特集ページにまとめてありますので、そちらをご覧ください。モックポップアップストア、レゴグループのパーツ売買サイトブリックリンクでモックポップアップストアの試験運用が始まりました。予定されている運用期間は11月中旬までです。モックポップアップストアではユーザー作品の組み立て説明書と作るのに必要なパーツを一緒に買うことができます。ラインナップはブリックリンクデザイナープログラムで、クラウドファンディングに進出できなかった作品から運営チームが厳選した41作品です。しかし残念ながら日本はサービス対象外で、金額が表示されず購入することもできません。ブリックリンクのアカウントの住所をアメリカにすると金額が表示されたので、ちょっと試してみましたが、組み立て説明書だけのデジタル購入もできるようです。ざっと見たところ、組み立て説明書も5ドルから20ドルぐらいの幅がありました。現在試験運用が行われているのは、主にレゴショップ公式ストアが直接パーツ販売、オンライン版ピックアブリックを運用している地域です。日本のレゴショップ公式ストアはパーツ販売を行っていませんので、本プログラムが試験運用終了後に正式サービスに昇格したとしても、日本は対象外のままかもしれません。ですが、オンライン版ピックアブリックの運用開始も一緒に、国内でもモックストアの正式スタートを期待したいですね。トイザラス、レゴブロック体験イベント。9月10日、9月17日、9月24日、すべて日曜日ですが、全国のトイザラスで、参加費無料のレゴマインクラフト、鍾乳洞組み立て体験イベントが開催されます。作った作品はもらえます。開催時間は11時から13時。保護者同伴が必要で、6歳から参加できます。一部イベントが開催されない店舗もあります。内容が変更や中止になる場合もありますので、詳細は店舗へ確認するのが良いでしょう。マーベル公式タイムラインブック、これはレゴブロックとは直接は関係のないニュースです。
レゴブロックでもおなじみのマーベルシネマティックユニバースですが、作品が多く複雑になりつつありますので、何がいつどこでなぜ起こったといったことを時系列に説明してくれるマーベルスタジオ公式の解説本が10月に発売されます。中身は英語ですが、スマホの Google 翻訳アプリで読み込んで翻訳もできますので、英語アレルギーの方でも読めると思います。この本を読んで MCU マスターを目指しましょう。 Amazon でハードカバー版と Kindle 電子書籍版が予約受付中です。スタッツ、今回のニュースは以上です。皆さんはどのニュースが気になりましたか？ぜひコメントで教えてください。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴブロック最新情報はスタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の説明欄から行くことができますので、 YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。